それではね、真打ち登場といったところになりますけれど、こんなに小型でしかも 2way のスピーカーなのに、ペアで400万もするという、まあ、この驚愕の小型 2way スピーカーマジコ Q1、 これをですね聞いていこうと思います。Mona Lisa, men have made you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa?Strangeness in her smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams.Have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold, a lonely love?Thank you.
100 miles.
最後にね、マジコの Q1 を聞いてみました。これは多分ヘッドホンとかね、コンピューターのスピーカーで聞いていただいても明らかに違いが分かるというふうに思うんですけれども、せせらぎはですね、E1 よりはね、ちょっとだけ低音がやっぱり薄いんですけども、それでもね、C1 や、S1 と比べてこの空気感ですね、この空気の揺らぎみたいなものは、Q1 ではきちっと出てきますね。でもう音の細かさはもう圧倒的ですね。やはり価格差以上のものを感じますね。水の粒子もものすごくきめ細かくて、その自然で細かくて癖のない、そして柔らかい音を聞いていると、本当に川のそばに立っているのと全く違和感を感じない、そういう音で、せせらぎが鳴りました。セレナードはですね、これもやはり楽器の数が圧倒的に増えてきましたね。でそして全ての音に違和感がなくて、とてもね生の音に近いです。もうもはやスピーカーとかこういう、電気的な、ね、機械で、何か音楽を鳴らしているっていうんではなくて、本当にもう生演奏を聴いている、そういう気分で演奏に聞き惚れていくという、そういう感覚で、このセレナードを聴くことができました。モナリザも同じですね。ギターは本当に目の前で生でギターが弾いている、演奏されているような、そのきめ細かさ、そして音の立ち上がりの速さ、鋭さと細かく余韻がこう消えていくところ、そういったところの表現力がやっぱり素晴らしいですね。でボーカルも同じで、その場にグレース・マーヤさんがいて歌っているっていう、そういうイメージで、聞こえてきますね。もうそういう音の粒子、いろんなファクターがですね、生の音と全く遜色ないぐらい品位が高く細かくて、演奏の実在感が圧倒的に高いです。もうもはやその 2way とか 3way とか、そういう密閉とかバスレフとか、そういうものは全然関係なくて、素晴らしい音楽だけがこう目の前から流れてくるという、そういう感じですね。500マイルですね。これはですね、ピアノの音はですね、今まで聞いたスピーカーの中で最も美しいです。立ち上がりが早いですし、余韻も変に膨らまないですし、そういう部分では C1 に非常に似てるんですけれども、 C1 と Q1 を比べると音の細かさだけではなく、楽器の色彩の鮮やかさとかね、色合いの濃さ、音色の濃さ、そういったものがやはり全然違うというふうに感じられます。これはですね、細かく聞いていくと、Q1 のですね、音の立ち上がりの部分がですね、ものすごく速いんですよ。でこれすごく重要なことで、人間はですね、楽器の色彩感、音色というのをですね、音が出始めてから本当100分の1秒とか、本当にそういう短い時間で、判定するんですね。だからそこにどれだけ、レスポンスよく音を変化させられるかっていうのが、生の音をどれだけ生々しく再現するかっていう時に非常に必要なこと、重要なことなんですけど、 Q1 はね、やっぱりね、そこがやっぱり素晴らしいんですよね。だから他のスピーカーと比べて圧倒的に生に近いイメージを持てるっていうのは、この Q1 の音の出始め、アタックの部分での過渡特性の素晴らしさにあるんじゃないかなという感じがしました。新世界なんですけど、これはですね、やはりSN がすごく良くて、奏者の動きまでが見えるような感じがします。これはとても大事なことで、やはり奏者が動くと音が繊細に変化するんですけど、そこがきちっと出てくると、楽器から音が出てるんではなくて、奏者が楽器を操作して音を出しているっていう感じが、伝わってくるんですね。それがやはりQ1 では伝わってきましたね。そしてノイマン・チェコフィルらしい精緻なイメージ感、これもやはり素晴らしいです。そういう静かで精緻なイメージ、本当にきめ細かく音が組み合わさって、シンフォニーが構成されているっていうイメージがひしひしと伝わってくる、そういう音で、新世界を聴くことができました。そして、ルディメンタルのスプーンズ、これはですね、スペック的には、C1 よりも 2Hz だけ低い音が出て、 S1 と Q1 は同じなんですね、32Hz。
そして E1 が28なんですけども、まあ耳で聞いてる周波数でっていうとその中間 30Hz ぐらい、もうほぼね E1 に近いぐらいの低音が出ますね。そして低音がですね、やはり立ち上がりが早いんで、そのパワー感があるから、低音不足っていうのを全く感じないんですよね。空気も動くし、だからやはり E1 に比べても、E1 の低音は量が多いけど膨らんでるだけっていう、まあ言い方悪いんですけど、そんなことは決してないんですけど、 Q1 を聞いてしまうとそういうふうにすら感じてしまう。この立ち上がりが早くて引き締まった小型密閉型スピーカーならではの低音なんですけど、非常に低いところから出ます。そして、この曲は中間部分からもう一段と低い音が入るんですけど、そこの低い音が入ったところもちゃんと分かりますし、けれどやはりその最低音だけはわずかに E1 よりも出てないっていうのは感じられます。けれどそれにしても、あの音のね、低音の不足感っていうのがこのサイズで密閉で全く感じないっていうのはすごいと思いますね。でまたこれは推定ですけれども、普段聞いてるね、タッドのリファレンスシステムで E1 を鳴らしてる時と、今回マーク通過されたエボリューションシステムでこの Q1 を鳴らしている時の音の差がねすごい小さいんです。でこれやっぱりタッドの M2500 Mark II、 これデジタルアンプなので、この Q1 にの逆起電力の影響とかを受けずに、多分 Q1 のこのウーハーユニットをねすごく正確に駆動してくれてるんだと思うんですよね。それがあってこそ Q1 の低音がさらに伸びたんじゃないかなって、そういう気がしますね。まさにこのタッドの D1000 Mark II、 そして C2000、M2500 Mark II に Q1 を組み合わせると、もうほぼ火の打ちどころがないと言っていいくらい、もうハイエンド、もうハイエンドっていうよりはもう生演奏そのものっていう感じで、音楽を聴くことができました。予想以上に素晴らしい組み合わせで素晴らしい音が聞けたというふうに思いました。